じゃあブルームトークが始まります。今日は2回目のフォートナイトをやっていきたいと思います。はい、来ました。すごい見晴らしも良いところでジャンプ、グーン。今回で2回目なんですが、そう、まだちょっと武器の種類とか把握できてなくて、だんだんね、どういう銃が強いとか、どういう銃が、まあ、撃ちやすいとかっていうのが、ちょっとずつ分かってきてるんですけど、でもなんかマシンガン系の方が強いんじゃないかなと思って、そういう銃を手に入れたいなと思ってます。家とかの中に入るとね、ありやすいんで。結構こうやって、屋根から入れるんで、おお、お宝あった。開けまーす。はい。いっぱい出てきた。これは、飲んじゃった方がいいのかな。飲みまーす。今日、ね、雰囲気出すために、フォートナイトの、自分は MA1 着てるんですけど、なんか画面に出てる、プレイしてるね、キャラも、MA1 みたいな服着てますね。なんか被ってる感じで、よりなんかリアリティ増してるけど。お、やばい。結構、ちょっと待って、構えていた。やばい。あー、やられたー。早いー。お、でも結構食らわせたんじゃないかなって思いますね。うん。やーい。結構もうね、序盤で、いい武器持ってたな、相手。いやー、これちょっと悔しい。ゲームの画面の画質が良くなってると、思います。IO データのね、キャプチャーを買ったんでね、それで HD で、ね、撮れてると思うんで、で、これは結構画質が良くなっています。ね、前はね、iPhone でね、テレビ画面をね、直撮りしてたので、ちょっと画質的に、まああんまり綺麗ではなかったと思うんですけど、まああれでもね、まあ十分映るんですけど、まあ今回もね、ゲーム用に。前回撮れなかったんですよね。ビクトリーロイヤル来たんですけど、その様子がね、機材トラブルで撮れなかったんで、もう、それをきっかけに、新しい、ゲーム、キャプチャーですね。ゲーム実況のキャプチャー買いました。すごい、機材の話になっちゃうんですけど。ビューン、落ちてきます。家を、家というか建物のね、上の方であります。でも、あ、誰か降りてってるかな、あっちの方。ちょっと、この家に置いてみよう。入ろう。お。そうなんですよ。見れた。ちょっと待って。ちょっと待って。やり方、おー、いきなり？これはちょっと一回、こっちの方行こう。待ってるか。あ、そっちにもいる。狙ってるな。あ、こっちにもいる。わかんねえ、どこにいる。うまいな。お、近づいてきてる、やばい。
った。やりなかった。だいぶ。いやーダメ全然。いや全然ダメだわ。以上、この動画よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよならー。